で、今、松本ですね。スカイパー来てます。今、結構今、飛行機来てね、こっちから来て、こういう感じで来て、これ撮りました。Z9 撮ったんですけど、連写で秒間20コマですから。で、撮って、レンズに関しては100から400ミリですね。で、テレコンバーター、まあ、テレコンバーター使用しようか悩んだんだけど、一応テレコンバーター一応使用してって感じです。で、今、ちょうどもう着陸してということで、朝に止まってます。結構迫力ありますけど、上からこう来て、上に来て、こう来て、すげえ楽しみ。なので、これでちょっと連射して、バーって飛ばして、この2本のやつは結構いいですね、やっぱ。D6 なんかもいいんだけど、Z9 もやっぱ、画質もいいし、こういう感じで連射で撮れるんで、で、あと乗り物を撮ってます。ということで、撮ってくれるので、バーって撮ったんで、一瞬ずっとフォーカスで追ってくれて、で、撮れたんで、すごく良かったです。多いですね。で、ここは結構こういう感じで回れるみたいなので、ちょっと散策したりとか、ランニングコースみたいになってるんでね。山々がいっぱいあって、こういう山が結構ありますけど、こんな感じで、向こうとか見て、すごい山ですね。信州の山が囲まれてる感じで、すごくいいなって感じします。これが信州松本空港の航空便の発着時刻表ということで、朝7時50分、これ出発時間ね。で、松本出発するのが、今のは着陸だったんだけど、離陸を見たい人は、これ、ここですね。こっち側、松本発、9時20分、10時20分、13時、13時55分、15時35分、17時20分、18時15分です。で、着は、こっちですね。なんで、まあ、1時間に1本程度は、離離発着で見れるのかな、こう見ると。はい。ちょっと相手空いてるところもありますけどね。空港があってということで滑走路があって、で今いるのがそこのところ、ワイルドフラワーにね、展望広場が、展望広場から今撮影しました。あとはまあこういう感じで競技場とかってすごいね、大きな感じで芝生とか広場が、やまびこドームとか空港図書館とかもあんだ、すごいですね。こちらが撮影写真です。ニコンのフラッグシップのミラーレスカメラ Z9 で撮影。使用レンズは、100から400ミリの望遠レンズ。これにテレコンバーターつけて2倍で撮影しました。乗り物のオートフォーカス AF 追従機能ということで、まあ、結構ね、追ってくれたんですけど、真上にこう来るんですよね。真上に来るので、真上に来た時のこう写真とか撮ったりして、前方からして、で、そこから馬上を通って着陸する感じですけど、まあ、いい写真が撮れたなって感じがします。今回、まあ、着陸なんです。今度は離陸、そして、次回、まあ、映像もね、撮影したいと、思っています。なので皆さん、おすすめですね、この場所ね。